慌て。信心深いな。こういう時だからね。このままでは。このままでは。
はこれで気味が悪いな。助けられる。よし、お食べ。慌てずに食べな。食べ。慌てずに食べな。よし、お食べ。慌て。食べ。あ、
ましてやろうぜ。あこはやばそうだ。それ。別の箱が狙われてるぞ。あ疲れた。あんた何もしてないだろ。何か買おうかな。生きくじやまと買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。なんかいじゃあ原因に何か心当たりはある？もしかすると呪いの類が。そのビルを調べ。彼が自殺なんて嘘よ。ビルで何かあったのよ。
このビルだな。入り口を探すか。どこから入るんだろう。この辺りに妙な気配を感じる。よく知らぬ。慌てずに食べな。お前犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。見つけたぞ。ここから入れそうだ。入ったのはいいけど、戻れないみたいだね。先に進むしかないだろうな。威勢のいいやつだな。なんか変だな。俺と変われとか。悪霊には違いない。だが少し気になるな。
でこいつらが呪われているみたいだ。鍵がかかっている。どこかにないか探してみようぜ。お前も呪われろか。じゃあこの人も呪われたのかな。
となく分かってきた気がする。もしかしてこの人があの例の言っていたかもな。だがこいつも悪霊だ。やはり呪い。元には戻らないの？呪いが原因なら元を立てばも。やつは。よし、それなら。やつはこの上にいる。笑わせるぜ。あれで隠れたつもりが。お前がこのビルの呪いの。ここで死んだ誰かを死んでからも嫌なら。胸クソの悪いやつだ。さっきの悪霊。
あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです。一体ここで何があったの？あいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです。誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないという。そったくところてんみてえなシステムだな。僕も逃げ出したかったけど、自分のために人を殺すのはできませんから。そのせいで大事な人を待たせちゃったね。どういう意味？せっかくだから外の空気。それでもお前はそういう人だから。彼女もそうですね。地道にやるしかねえな。神木には児玉という守り神が宿っています。しかし物騒な化け物が児玉の力を奪おうとやってくる。奴らに児玉の力を渡せば御神。それなら奪われる前に俺たちが回収して。その方が良さそうだね。これで児玉を狙う奴はいなくなったな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。あなたたちが役立ててくれた方が良いはずです。ホダマをお願いします。
食べ。慌てずに食べな。車齢が5万人を超えた。まるで何かのスポーツイベント並みだ。君への感謝の声はスタジアムに響き渡るぞ。様になってきたじゃねえか。
っちまったな。うんやりするな、まだ来るぞ。もうちょっと優しくしろよ、怪我してるんだぞ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。おい、気づかれた。分かってる。何か落ちてる。
魂だけに。そのさ。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。よし、行くぞ。自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンコはそこに何か入れたみたいだ。
なもんか。そこに再開発で建て替えられたビルがある。今は地上階しかないけど、改装前は地下街があったんだ。そういえば有名な都市伝説があったね。確か赤い服を着た女の化け物が出るとか。その地下街に降りる階段があるらしいんだよ。普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこないな。おお、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。見たこともない階段があれば、それは赤い服の女の居場所なんだ。普段は見えないだけで、どこかに地下街へ降りる階段があるかも。こんなところに妖怪？こいつが入り口を隠してたのか。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。赤い服の女が支配する空間だ。あの女さえ通せれば、もしかしたら。
女の服はなんで赤いか知ってるか。あれは帰り道で染まったんだよ。あの女の服はなんで赤いか知ってるか。あれは帰り道で染まったんだよ。赤い服の女、殺される。早く隠れなきゃ。これって歓迎されてるのかな。どうだろうな。